おい、そこのあんただよ。おこっちだ。ほっ。おい、あんた浪人だろう。一つ仕事を引き受けてくれねえか。なに、ちょっと手伝ってほしいだけだ。いやな、実は近頃この辺りで神隠しが起こるって噂でな。俺も神隠しだのなんだろ、そんなもん信じちゃいねえが、実際に行方知れずになってるやつが何人もいるんだよ。俺の勘では近くの村が怪しいって睨んでんだ。あんたその村に行って探ってきてくれねえか。あんた浪人にしちゃ話がわかるじゃねえか。安心しな、働きに見合った報酬はきっちり出す。いいか、探ってほしいのはあっちの村だ。何でもいい、神隠しの手がかりを掴んできてくれ。頼んだぞ。先日の客人はどうした？いつも通り寺の蔵に移しました。最近嗅ぎ回ってる岡っ引きはどうする？他と同じく、とはいえ、あの岡っ引きも寺の蔵。しまったね。返さないよ。Yeah!
おい、村の一件はどうなった？驚いた。あんた写真術を使えんのかい？そいつがありゃ町奉行も重い腰を上げるだろうぜ。怪しいとは思ってたが、まさか村の連中がとはな。もしかしたら俺も神隠しに会うところだったのかもしれねえ。いやしかし、これでいなくなった奴らも弔ってやれる。さっきは浪人だなんて見くびってすまなかった。あんたに声をかけてよかったぜ。ありがとうよ。